い方が分からない。マジか。切符の買い方が分からない。あちゃん、お疲れ。娘に再会した。すごい京都が懐かしい。うん、それのとてもあの子です。京都でございます。あ、そうです。ごめん、今アクセスとか。どうぞどうぞ。ありがとう。夜は10時ぐらい。そうですね。はい。なんかめっちゃ角質取ってくれて、ね、なんかやりなさい。何これ、韓国の韓国化粧水ミチって知ってる？知らん。キャミオ知ってる？あ、いろんなキャミオ。これ使ってる。え、じゃあこれおすすめ。これ匂ってみ。顔の時めっちゃいいんですよ。全然匂えてない。インフルエンサー御用達ビオデルマ、美容液成分たっぷりで暑い時も使える。摩擦レスだからお肌にも優しい。角質ケア用ビオデルマ。これは好みのクレンジングに出会えましたか？メイでいないよね。次は何紹介しようかな。お楽しみに。ドラコスの美容液が欲しいけど、ない。安いなかったっけ。安い。こんなん、これさ、こんなん24ドルすんで。え、マジで、うん、すごい。金木犀。え、でもなんか金木犀って、でもなんかトイレの匂いせえへん。するなあ。するけど、うん、流行ってんの。ほら見てて、芳香剤かな。私よい。あ、おいしそう。おいしそう。これ、え、え、これめっちゃおいしそう。え、顔。え、ちょっと、ルックもあるね。おいしそう。え、ちょっと好きなんやな、お前も。しかもモンブラン、モンブランが好きやね、特に。えぇ、そんな質問しなかったわね。せやな、甘党になりまして。えぇ、あ、ちょっとこれ買おう。レッツゴーコンビニ。お腹はいっぱいやけど、うん、飲みたいの。え、わお、甘いもん食べ。あ、京都のえっかそれがね、普通に懐かしい。わあ、スムージー。あ、これすごい外人に流行ってるよね。うるさい。え、なんか飲み物だけ買って帰ろう。あ、私これ買おう。私はこれ買います。え、何これ、すごいやつ。いらんわ。何これ。え、なんか名前変やん。名前変。へえ。社長
いや、ええわ、ポテロング、私はポテロングでいいです。こんなにお酒がある その初めて見た、やる私ハイボールでいいわ、普通の角ハイボール、念のために2本買っといて。何やそれ、じゃあうちも買っとこう、念のためな、念のためアイスは、アイスも念のために買っとく。え、でもアイスはでもホテルにないかしら。あ、あのあれブリュレっていうと美味しそう、あれ美味しいよ、これ美味しそうじゃん、めっちゃ美味しい、これ、これ今食べよう、お風呂入る前に、お風呂入る前に溶けるやん、これこれ食べましょう、これ今食べよう。あ、空いてる、あ、ここほうじ茶やで、行こう、すいません、二人で、皆さんか、あ、おいしい、抹茶超おいしい、あ、うん、触れなかったらもういいごまごま買う買ったらすぐ、あー、ま、黒ごまやん、ごま買うわ、うわ、すごい、金ごま、これちーくん好きそう、玉ねぎ、黒ごまキューやって、え、あ、これちょっと飲んでみたい、お願いしよう、玉ねぎ感全然やな、入れすぎたんちゃう、そういうわけになっちゃう、でもごまがごま美味しいけど、めっちゃ好き、うちは好きな、うん、顔ここですごい、牡蠣と、ここじゃないかも、ね、ここじゃないわ、え、もう一個違うとこ、あ、違うの、めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しい観光客完全に美味しい、めっちゃ変わったやろ、なんかめっちゃ綺麗になったし、うん、なんか食べれるような感じのとこが、そうやね、美味しそう、でもでかない、食べる、これ本物、え、これ、これ紅生姜、美味しそう、いやいや食べれたら買える、こっちにあるの、玉ねぎの、これ、これは買ってってあげよう、うん、うん、これ買おう、今ここで買うのいいかな、今もう他でもないよね、うん、京都、これちーくん絶対好きやと思うお土産ばっかりや、こちらこれを飲むの、んここで飲む、うん、オッケー、先にこれ買う、普通これは飲まない、あ、私が買えばいいの、うん、100円買ってくれんの、おご、うん、ってもらいます、2種類あるんですか、えー、どっちが、どっち、どっちも辛いです、どっちも辛くちゃうんですけど、こっちの方が辛くてすっきりしない、じゃあすっきりを、あ、こっちで、はい、めっちゃ人多いな、人多い、外国人ばっかり、ありがとう、
に日本人認定された、日本人認定日本語喋ってたもん、ね、ホタテ、ホタテもいいね、え、いっぱいやん、2回もあるの、2回行ってみる、あ、そうなんや、え、ここでいいで、あ、それ、それ席ちゃうの、いや、あと空いてないよ、これステーブルちゃうの、これ、うん、ゴミ箱、はい、はい、お写真どうぞ、じゃらーん、カキとセリのお寿司、やばい、山本です。はい。こちらからお願いします。はい。ちがさん万人様です。じゃあ、Day two。むずい。はい。Thank you。下手そう。いただきます。これ塩とかつけ、あ、これつけたら美味しいと思います。でも、まあ、まずそのまま食べたら、これはイチジクの、イチジクの、なんか、うん、美味しい、めっちゃ美味しい、やばい、うん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 、アクション、おしゃれ、京都っぽい。